明治。冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。今年も雪のような口どけを、特別だよ。ニューメルティーキス。しちゃっても大丈夫です。もう座っちゃっていいんですか？ちょっと大丈夫です。冬のキスは雪のような口どけ、降る雪が全部メルティーキスならいいのにね。終了になります。お疲れ様でした。皆さんこんにちは、新垣結衣です。今年も雪のような口どけのメルティーキスの CM に出演させていただくことになりました。もうすっかり風物詩ですね。私の中でこの撮影が始まると冬が来るって思いますし、テレビで CM が流れ始めると冬が来たなって思うって周りの人にも言われるので、まさか11年も続くとは思っていませんでしたが、今年は3年ぶりのショコラ、いちご、抹茶の CM ということで、なんかこう久しぶりにちょっと原点に戻ったような気持ちにもなりました。手作りなんですよね、ベアさん自体も。あとこの衣装もお気づきですか？お揃い。あ、すごいと思いました。クオリティが、この毛並みにもスタッフさんこだわっておりましたし、あのメルティシリーズの衣装、私ほとんどあのスタイリストさんが作ってくれてるものが多いんですけど、クマさんの衣装まで作ってしまうとはと、今年もクオリティが素晴らしいなと思いながら感激しておりました。あのちゃんと変化を感じました。そのカカオが濃くなっている感じを本当にしっかり感じました。なのでこの11年の間にこう変わっていく部分と、進化していく部分と、でも変わらない良さと、なんかそういうのを皆さんにも早く今年も楽しんでもらいたいなと思っています。ちなみに私はショコラがおすすめです。そのカカオがより濃くなっているのをより感じられるのがショコラなので、ショコラおすすめです。やっぱり CM の中ではいつもこう降る雪を眺めながら食べているので、現実でも降る雪を見ながら食べたいなって思うんですけど、東京ではなかなかその思いが実現しないので、ぜひ雪が降る、多く降る地域の方は雪を見上げながら食べてください。羨ましい。
答えになるかわからないんですが、日が沈む頃のマジックアワーっていうんですか、空の色がどんどん変わっていく時間は、いつ見てもなんかこう、ただぼーっとしてるだけなのに気持ちが動くというか、あの時間はとても特別な時間だなと思います。なぜでしょうね。空の色が変わっていくだけでなんかいい気分というか、いい気分というか本当にじんわりする気持ち。ただぼーっとしてるだけでも有意義なぼーっとした時間だったなって思えたりするので、あの時間は特別なんじゃないかなと思います。いよいよ発売開始しました。メルティーキッス。皆さんもぜひ今年も雪のような口どけを楽しんでください。